私、ピーマン苦手なんだよな。俺はトマトが苦手。たっくん、先食べてよ。え、俺やだよ。ときちゃんとたっくん、お野菜嫌いなの？はなちゃんは食べれるの？はな、食べれるよ。すごい。トマトとピーマンなんか苦手な子が多いはずなのに。はな、大人だから食べられるもん。二人ともまだまだお子様だね。嫌いなものを残してたらママに怒られちゃうよ。ちょっと何残してるの？お野菜残しちゃダメじゃない。はい、しっかり食べるのよ。一体何だったんだ？苦手なあれがある。食べたくないな。でも怒られるし。トキちゃんには負けたくない。トキちゃん任せて、私がサポートするよ。母ちゃん、俺に任せるっすよ。俺がタックンのフォローをしてやる。トニー、じゃあ二人は苦手な食べ物ないんだね。やる。でもバレなきゃ苦手じゃないし。ほら、こうやって、全然食べられるよ。とラインナップ見せてよ、みんなの。王道ですよ、みんな子供たちも大好きなハンバーグね。食べたいだけや。食べたいだけや。え、そういう企画でしょ。苦手なものあります。こんなお子様プレートやん、こんな。だってタック、ハンバーグとエビチリとさ、レバニラとさ、キムチってさ、なんとなく分かっちゃうよね。これは分かるよ。なんだそれ。これはレーズンパンにナスにイチゴにソーセージ。なんか色、何これ。これはらっきょうと柿とアボカドとバナナジュース。変だね。全部好き。変だね。変だね、なんか。全部好きなものやろ、これ。うん、美味しい、美味しい。あれ、なんか一瞬でなの。あれキュウリ以外も食べてよ。キュウリ以外も食べる。キュウリ以外食べてよ。じゃあ辛いんだよね、キムチって。辛いもんね。確かに辛いとそうなっちゃう。じゃあエビチリも食ってみて。あれ、なんか俺とトニーがトマトソースしてる。あれ、エビチリこれも辛いや。でも辛い。確かに。あれ、並んだ。全然違う。全然違う。なんで。まあ、ちょっとトッちゃん食べてみて。トッちゃんもね、ほら、どれ食べる。あ、確かに選んでいいよって。じゃあラッキョかな。まあラッキョか。なかなか見ないよね、ラッキョ。ねえ、ラッキョってさ、何で食べるのが正解なの。まあね、カレーでも全部食べるから。確かに普段はスプーンだけど、今スプーンないからね。まあ、お箸かな。あ、確かに確かに。じゃあ、いただきます。初めて食べるみたいな。いや、ほんまに。でも、あんま食べたことない。あれ、好きなもんだよ。ちょっと嫌な感じしてる、もしかして。なんか顔えぐ。じゃあ、トシちゃんは今回全体的にバレないように、あんま食べたことないものです。無理。ここで新しく嫌いなものに気づくだけじゃん。あー、無理がある。じゃあちょっと食べてみようか、アボカドじゃん。あ、なんか結構迷いなく言ったね、アボカドは。ねえ、大丈夫か、そんな。めちゃくちゃ大丈夫か。結構いくね。こんな味なんだ。ラッキョウの涙残ってる。トニー、このパン半分ぐらいいってみようよ。このパン半分。うん、知って、パンってさ、こうやって食べるんじゃなくて、食べる分だけちぎって食べるのがマナー。あれ、なレーズン部分はね。いや、だからマナーの話をしてるから。いや、パンをちぎってレーズン部分言ってよ。だって、うまっ。だってトニー、パンはさ、ミルクパン18個食べたことあるんだからさ。そうじゃあ、この辺とか。で、この辺。まあ、いただきます。なんで今の音。おいしいね。おお、これマスク有利だな。ナスは。ナス、確かに全部食べてみよう、一回。あと1時間ぐらい待ってもらっていいかな。あれまだあのパン味わって食べてるからさ。それがマナーだから。じゃあマナーさんで。8。バジルサラダ、人参、納豆、バナナ、全部好きそう。大好き。納豆はね、食べさせなくても分かる。絶対好き。え、そうなんだ。あれ、じゃあ全部一気に食べても。いろんなね、野菜が入ってますよ。あ、え、緑すぎるからね、マジで。いや、まあ普通、いつも通りですね。野菜大好きですから。いや、でもはなちゃん嘘うまいからな。確かに全部怪しんで見た方がいい。え、人参さんは。人参はさ、もうこれ好きなで食べてよ。え、いや、これでごまかして。確かに、それずるいな。小鳥ぐらい一口小さいけど。え、じゃあ納豆は。納豆はもうだってさ、やっぱさ、ご飯大好きだからさ。え、待って、少ない。少ないで。ご飯9に納豆1やん。もう仕方ないな、トニーのわがまま。どうだ、
まあまあまあいいでしょ、それぐらい。納豆って匂いもすごいからね。うん、そうだよ。あ、なんか結構嫌そうな感じ。美味しい。うん、え、あれは、うん、バナナ。バナナはだってもう大好きだよ。今覚悟の時間みたいになかった。ちょっと一瞬。これ結構大変だよ。あ、でも普通に。おお、いいよ。でも人参が進んでる。これもでもフェイクか。フェイクな可能性。あ、じゃあうまいぞ。え、ちょっとときちゃんバナナジュースはこれ。これね。全部初めて食べるものみたいな。いや、だからここで嫌いなものに気づいてさ、2個とか3個の可能性もあるからね。全部苦手かもしれない。恐れ少な。ああ。おお、すごいすごいすごい。急に急に急に。すごいすごい。ああ。わざとわざとらしいか。そういうこと言うなら食べてみなよ、ナスと。ああ、確かにそうだよ。全然全然全然。じゃあ、いただきます。大きい口。冷た。時間経ったからね、ちょっとね。いや、キンキン。キンキン。キンキンよ。あれ、筋肉お兄さん。おい、ちっちゃい声。声ちっちゃ。ソーセージさんは。ソーセージさん。あれ、え、あれ、なんか入ってない、口の中に。苦手なのか。意外と苦手なのか。で、たくんはどれが好き。俺はね、このハンバーグと。うん、あ、じゃあハンバーグはもう買えないよ。あ、でね、レバニラ食べて。うん、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 エビチリ、あ、食べて、あ、すごい。うん、あ、あれ、うん、あれ、あれ、わかりやすいな。あ、トニーいちご食べてないんだ。あ、そうだそうだ。いいですかこれ。でもトニーってなんかあんまりフルーツ食べるイメージもないな。うん、美味しいよ。結構下手残すね。ね、え、そんな大男なのに一口で食べないの。いやいやいや、ちょっとなんか大男に突っ込まないんだ。大男ではある。大男ではあるけど、まあいいねだもんね。ヌンダフル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 。とっちゃん、カキは。確かに、カキは。カキまだじゃない。これ何？これ何？これ何？存在を？なんでその、ワンクッションなんだろう。初めてだからね。初めてだからね。初めてだからね。歯が負けるんじゃん。でも、とっちゃんフルーツ大好きだから。これフルーツちゃうやろ。やめ、やめて。美味しい？美味しい？いや、美味しくはないから。なんで？美味しい。美味しい。まあ美味しいかも。よしよしよし。でもわ私は決まりましたよ。え？もうちょっとまあ食べてみるか。うん。もうちょっと食べる。あれ？なんか食べ方おかしくない？なんだよ。うん。ん？何が？ちじって食うのがマナーやから。え？残ってる。いや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 。ここまで全部食べて今一気に。え、今一気に？うん。無理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 。ズバーン。ちじって食べるの？いや無理とかないからさ。食べるか。じゃあいただきます。あ、え？は？入った。うわ。あれ？チェンジで。ああ、やっぱパンいいね。新しいピアスつけた。新しいやつね、ちょっとお気に入りでさ。でっかいね。バナナ違反やな。そうだったら、ちょっと来たら半分食べてもらおうか。え？白いやつ。確かに。まあでも、ほんまに全然いけるけどね。あ、じゃあ一緒にもらいましょう。まあね、よいしょ。ほら。うわー。おー、一回。よいしょー。三つ目いこうか。よいしょ。3つ目行こうか、よいしょ。ドゥンドゥンドゥン。3つ目行こうか、よいしょ。ドゥン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 。ときちゃんがらっきょもっと食べるとこ。おーかん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 。SE になって匂いも。そんな一気に食べるもんじゃないから、やっぱり大好きだとはいえ。いや、まあ確かにね。うわ、すごい目開いてる。正座しちゃった。かわいそうになってきた、ごめんな。酸っぱい感じ。あれ？食べろ。じゃあ食べますね。あれ？口直しのレバニラいったやん。言ってない言ってない。口直しのレバニラいったやん今。言ってない。あ、こんだけ食べろって言ってます。片目切れてる。あ、口直しのマカロニいったやん。言うじゃないそれ、マカロニ。うん。でも美味しそうです。美味しそうだね。でも意外とわかんないよ、これ。美味しいの食べると顔しかめちゃうタイプ。確かに、確かに。いるよね。そうだね、確かに。どっちもそういうタイプだから。しかも。まだ食ってる？もしかして。あ、なになになに？塊でいけよ。あ、じゃあ分かった。トニー、パン食べなくていいや。レーズンだけ集めて食べたらいい。美味しい。いや、まあまあまあ、マナーで食べてただけだから。そんな別に。あんまり言われても。さっきと違うね。ええよ、すごっ。いただきました。いただいた。よかったよかった。答え合わせ。
じゃん、うん、じゃあトキちゃんの苦手なものね、うん、では脱臼一番ないやろ一番ないこれしかないだろトキちゃんの名演技が光りましたねはいなんだなんだまあじゃあ実際これが合ってるのか食べていいですかはいいただきますどうすかなおいやっぱりやっぱり苦手だやだやだやだ辛い辛いし味もちょっと濃い一個だけ目立ってるねこいつだけが目立ってるんだ見ちゃってるよ動画のみんなも知ってるいやでもねドキちゃんはいチェンソクいただきますこんなんめっちゃ好きやからうんねえ大好きねえおいしいおいしいこれでも演技だったら相当すごいすごい名演技ですよ。そうだよね。ありがとう。ジュースジュースジュースだ。でもそんな好きだ。これかこれはどう？なんですか？あでもでもでも次は当てられたら。次は当てられたらすごいですよ。あーちゃんの苦手なのは。バーン納豆納豆だまあトニーはねレーズンパンと思わせてのなすおおおおもうなんかたっくんがかばってた絶対多分ナスナス納豆さんすごいねそれ納豆うんでしゃーこんぐらい2つ少ないご飯がね美味しい美味しい美味しいからねご飯が美味しいから納豆も美味しいはずなんだよあほら美味しい美味しいあ、美味しいね、はーちゃん納豆ね。美味しい。大好きだ、今。マジか。やられた。昔、納豆好きじゃないみたいな。でもなんか、俺がめっちゃ好きな納豆があって、これうまいっすよみたいな。私も納豆そんな好きじゃなかったけど、これめっちゃ好きみたいなこと言ってた気がしたあ、そう、分かった。トニーが話した時は、その種類を食べて好きになった。やられたやられたトニーが好きにさせなかったら、これだったよしトニー食べてもらおう。じゃあ、行かせていただきます。でしょ。はい、いただきます。あれ、あれ、もしかして、当たってる。俺ナス、すっ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 、好きだった。ナス好き、ナス好き。じゃあもう俺のあれでいい直感ね。はい、いいよ。あーちゃん苦手なものはバン、バナナ。トニーの苦手なものはでん、レーズンパン。レーズンパン。これです。言ってない。確かにね。それもあってね。実食。いやー。ほら美味しいバナナ。バナナこのね。うん。なんかもっさりした感じがすごいなんか好きなんだよね。嘘。バナナ。ずるしてんじゃん。ずるくない。じゃあ次。あ、いや、食べてもらって。レーズンパン。本当に。もうそれ持ってるやつ全部いっちゃおうか。で、全部食べよう。俺の握力は53万あるよ。実食。お、すごい。いやまあ好きだからほら。確かに。大好きだもんね。ね、残りも全部いっちゃおうもん。トニーがさ、レーズン苦手なんすよみたいな。で、なんで苦手なのって言ったら、なんかレーズンの食感が芋虫みたい。じゃあ芋虫食べたことあるのかって話なんだけど。でもたっくんがさ、なんかまとめて食べさせてて、それはもう意地悪して、もう今しかねえと思ってトニーへの意地悪。じゃあたっくんナス食べて。ガイガー、無理。ナスは苦手。なんなのじゃあ。正解はバジルでした。バジルかい。いや、やっぱハーちゃん演技がうまい。危なかった。腹立つ。だって一番食べてたじゃんパクパク。バレちゃうかなと思っていっぱい食べた一番。
私もいっぱい食べてる。ガチで。かわいそう。かわいそう、マジ。何でも食べれるもんね。そうそうそう。確かにね。そうだね。プラスチックとか。食べないわ。チキンじゃないんだから。オーベイ。オーベイ。みんな嫌いなものあるかな？コメントで教えてね。食べれるように頑張ろう。はい。ポケル相性じゃんけん。私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッツだったのでニャオホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。